生一説とは、自然において過去に作用した過程は現在観察されている過程と同じだろうと想定する考え方。現在は過去を解く鍵という表現で知られる近代地質学の基礎となった地球観。天変地異説に対立する説として登場した。地表に現れたレンコーンの化石ドイツ、ボルクムで撮影された海岸に現れたレンコーン。 聖一説は現在観察されているもので過去を読み解くことができるという考え方である。ジェームズ・ハットン。自然法則の聖一性を地質学に適用し、現在主義的方法論を確立した。近代地質学成立の立役者、チャールズ・ライエル。善意観を強調した聖一説を普及させ、地質学を聖書から解放した。生命の世界に生一説を適用し、 自然選択説を生み出したチャールズ・ダーウィン。条件に変化がなければ、自然現象は同じように繰り返されると仮定することは、地質学だけに限らず科学の基本的な前提であり、これを自然の生一性原理という。生一性原理を仮定せず過去を解読しようとするなら、ある現象が生じたのは、その当時の自然法則が現在と異なっていたためと、する安易な説明につながりやすい。 生一説はひとまず過去も現在と諸条件が同じだと仮定することで現在生じている過程である現象が説明できるならその説明を採用するとする近代地質学の基本的な考え方である。生一説のコンセプトはスコットランドのチャールズ・ライエルの著書地質学原理で広く普及した。現在も過去も作用する自然法則は同じであり、 現在起きている現象で過去を説明できるとする現在主義と極めて長い時間をかけてゆっくりと連続的に物事が作用することによって現在目にしている地質構造が生まれているとする前進主義が混ざったもので19世紀に近代地質学が成立する過程で多くの地質学者によって中心となる考え方として述べられてきたこれ以前の主流は18世紀の終わりに フランスのジョルジュ・キュビエが提唱した考え方で、聖書に書かれているノアの洪水のような破滅的事変が過去に何度もあり、それが今ある地質構造を短期間に作り上げたという、不連続的な作用を唱えるものだった。イギリスのウィリアム・ヒューウェルは、キュビエの考え方を天変地異説と名付け、ライエルの考え方を聖一説と名付けて、天変地異説に対立する説と位置づけた。そして、 精一説によって、それまで、自弁的な宇宙論としてあった、地質学が、科学的な地質学として生まれ変わったと宣伝した。しかしながら、現代の地質学では、長大な時間をかけて、地質作用が起こることは認めているものの、厳格な前進主義はもはや取られておらず、激変的な出来事によって説明される説も、重要性が認められている。ライエルの精一説は、 同じスコットランドのジェームズ・ハットンの考えをもとにしている。ハットンはドイツのエイジー・ウェルナーの岩石の水性説に対して火星説を唱え、自説の証拠として地層の不整合や加工岩の干入などを発見し、まさしく考察した人物である。ハットンは1788年に地球の理論を表し、その本の中で過去は 現在を注意深く観察することによって知ることができるという考えを述べている。これは同じスコットランドのデイビッド・ヒュームの経験論を受け継いだ考えで、ライエルによって現在は過去を解く鍵と端的に言い換えられた。さらにハットンは陸にある岩石が風化や侵食を受けて海に流れ込み、海の底に堆積したのち下の熱によって再び岩石となり、 地下からの圧力によって海の底から陸に上がり、再び風化、侵食を受けるということを永遠に繰り返すという動的な定常地球観を述べている。ハットンは地球の理論の最後で我々は始まりの痕跡も終わりの兆しも見つけることができないと述べているように永遠の昔から地球は現在と変わらないと考えた。このハットンの定常地球観は聖書に書かれる。 天地創造から始まる当時の西洋の歴史観と大きく異なったため全く評価されなかった。例えば、リチャード・カーワンは、ハットンの説は地球が遥か過去からずっと現在の形状を取り続けてきたとするアリストテレス流の競技の焼き直しと批判した。ハットンの文章は難解で、しかも、 全時代的な地球の目的元について長々と述べているものだったため一般の関心を呼び起こすことはなかった。ハットンのアイデアは死後、友人であるジョン・プレイフェアが定常地球観をずっと薄めて解説したハットン地球論の解説によって理解されることになった。プレイフェアはハットンの方法論を取ればニュートンのような天才が現れなくとも 現在を丹念に記載していくことにより過去を解くことができるという考えを示した。一方、同じ頃フランスのキュビエは彼の解剖学的知見をもとに地層の境界で生物相が大きく異なることを認識し、大異変によって何回かの大量絶滅が起こったと解釈した。1796年のマンモスが現世の像と解剖学的に異なることを示した。 論文で初めてその考えを述べ、1825年の地表の革命の理論に詳しくまとめられた。キュビエ自身は厳格な実証主義者だったため、大異変が神によって起こされたとは述べていないものの、キュビエ説の支持者たち、例えばウィリアム・バックランドやロバート・ジェームソン、一般の読者らは、聖書のノアの洪水に結びつけて解釈していった。キュビエは大変によって、 短期間に地層が形成されたとの考えを述べた。これは地球の年齢がアッシャー司教の青春年代期による6000年ではないものの高か,か数万年程度と考えられていた当時の考えに合うものだった。そのためキュビエの説はヨーロッパに広く普及していった。これに対してバックランドの下で学んでいたライエルはハットンの説を掘り起こしてヨーロッパ各地の豊富な資料をもとに 地質学原理を記述した。1830年から33年にかけて参観本として刊行されたこの本の中でプレイフェアによって示された8トンの方法論を高く評価し大異変がなくとも膨大な時間があれば全身的で連続的な作用が大きな変動を発生させるという考えを述べた。自然は一足飛びに変化したりはしないとする彼の考えは q ルによって、聖一説と名付けられた。ライエルは、聖書に書かれている、天地創造の話は比喩であるとする、イギリス理神論的な宗教観を述べ、世界の起源と人類の起源という問題を解くのは、聖書から地質学に移ったと宣言した。ライエルの明快な文章は説得力があり、この本は、その普及版である、地質学の基礎と共に19世紀多くの人々に、 読まれることになった。特に知られるのが、ダーウィンの進化論への影響である。ビーグル号での公開中に、地質学原理を繰り返し読んでいたダーウィンは、膨大な時間をかけての小さな変化の積み重ねが、大きな変異を生み出すというアイデアを、生命の世界に適応し、自然選択説という考えを生み出した。ヨーロッパではこの説を、正一説と呼ぶのは好まれず。 現在主義と呼ばれて普及した。静一では、家庭の静一性が強調されすぎるため、地震や噴火といった、よく知られている、突発的な事象さえ否定する意味合いが出てくるためで、ある。火山噴火や地震で一挙に、地質構造が変化することも重要だということは、1883年の、クラカタウ火山大噴火や1906年の、サンフランシスコ地震などで再認識されていった。 19世紀から20世紀にかけて、生一説は地質学的発見がされることに支持されていき、一方で、ノアの洪水に結びつけられていた天変地異説は次第に支持を失っていった。1904年には、アーネスト・ラザ・フォードによって、放射性元素の崩壊熱という新たな熱源の発見によって、地球の年齢が大幅に伸びたという講演が行われた。 原初の日の玉地球の状態から徐々に冷却していったという前提のもとに、物理学者が熱力学を使った推定よりも、地質学者が海岸の侵食速度などで見積もっていた推定の方がより真実に近かったのである。これによりハットンやライエルの主張した地球に膨大な時間があることが証明された。その後、地球の年齢が物理学者の当初の計算よりも、 随分大きかった理由は、放射性元素の崩壊熱のためではなく、地球内部に大流が存在するためと分かった。一方で、ライエル流の善意観は、20世紀後半になって S.J. グールドなどによって批判された。グールドは1965年の、生一説は必要かという論文で、自然は、全身的なプロセスと、地震や、 火山などの突発的なプロセスの複合で成り立っていることを改めて強調した。また、地球は初期の混乱が収まると、その後はほとんど変化しなかったというハットン流の状態の成一性も、1840年代のルイアガシーとの氷河期論争で捨て去られた。およそ1万年前では、氷床の体積速度や氷河作用などは現在と変わらないものの、 現在よりもずっと寒かったということが明らかになった。1920年代のハーレン・ブレッツによるワシントン州の有水路大溶岩地帯の氷河湖、結界洪水性因説や1980年代のボルター・アルバレズとルイス・アルバレズによる KT 協会における隕石衝突説は膨大な地球の時間の中では確率が低いものの激変的な出来事も 起こりうるということを示した。彼らは基本的には正一説の手法をとっており、一足飛びに天変地位に飛びついたわけではなかった。1998年のポールホフマンによって示された全球凍結説という極端な仮説も起こりうるものとして考えられるようになった。現代の地質学で正一説は自然法則の正一性とプロセスの通じてき、 精一性を述べる科学的方法論の説として受け入れられている。善意観を強調した全身説としての精一説は科学史上の文脈でしか扱われない。白亜紀に起こった隕石衝突のイメージ図。この出来事も宇宙からイリジウムが毎年地球に一様に降ってくるだろうという精一主義的前提から研究が始まっている。精一説を考える上で、 注意しなければならないのは、100万年が、基本単位という地質学者の視点である。このスケールでは千年に一度の巨大噴火も繰り返し、起こる事象になる。ライエルの精一説はいくつかの主張が混ざったもので、MJS ラドウィックは次の4つの主張に分類した。自然法則の精一性過程の精一性速度の、精一性状態の精一性 SJ グールドは、最初の2つの精一性。 自然法則の成一性と仮定の成一性は科学的方法論についての言名であり、現代、ライエルの時代を問わず、現場の科学者すべてが受け入れている基本原理の地質学版である、と述べている。その一方で、残り二つの成一性は検証可能な地球に関する理論であり、それらは現代においては否定された主張であると述べた。ありがとうございます。